さあやってまいりました、究極のキャラデッキ選手権。お互いにかっこいいモンスターを出しまくって、お互いに究極のキャラデッキ盤面を作ろうというのが本企画でございます。普段のデュエルでは絶対に見ることのできない究極の盤面をお見せできるかと思います。盤面作りのために攻撃しなかったり早送りやカットも挟みますが、ご了承ください。それでは参りましょう。ダイバー、俺のハンドは結構強いぜ。ただ何のモンスターも出せねえから、とりあえず多分ここは早送りすると思うぜ。ゲームは始まったばかりだぜ。しっかりとセリフで煽っていくぜ。カードを引くぜ。さあガイバー、俺は実質強欲なツボを2回発動できるぜ。最強だぜ。反動が弱いぜ。ガイバー、俺はこれ使うか。黒魔術のベールを発動。最上級魔術師から魔力を譲り受けたたった一人の弟子、来いブラックマジシャンガール。クソ可愛いぜ。そしてさらに強欲なツボを発動するぜ。あー、まあそこそこだけど、ちょっとナビゲートが来ないぜ。どうしようかな。ティマイオスのマナコを発動するぜ。俺はブラックマジシャンガールを墓地に送り、モンスターを融合召喚。まあ融合してないけど融合召喚。現れろ。クソかわいいぜ。俺はこのままカードを1枚セットして、このまま俺はターンを終了するしかないぜ。すまねえカイバー、ちょっと事故ってるぜ。俺様のデッキはなんて言ったって下級モンスターが1枚も入ってないからな。タイムカプセルを割ってやろうか。お前の嘘だぜ。クソ弱いぜ。ターン終了するしかないぜ。弱っ。ハンド弱っ。世界一ハンド弱いわ今。ナビゲート来ないとこの何もできないんだけど。タイムカプセルでカードを1枚サーチしたな。何をサーチしたんだカイバー。一体何を企んでいるんだ。何、進化した最強ドラゴン。それは手札のブルーアイズを2枚見せることによって融合をデッキ外から手札に加えるとかいうチート級スキル。魔法カード融合。何？融合だと。ガイバー、一体何を企んでいるんだ。バカだ。行くぞ。ブルーアイズ三体融合。三体のブルーアイズを融合だと。ブルーアイズアルティメットドラゴン。バカな、アルティメットドラゴン攻撃力4500だと。ブルーアイズ3体融合をしたら攻撃力9000じゃないのか。何、融合解除。バカな、そのカードは融合モンスターの素材を墓地から全て特殊召喚できるカード。闇なら闇にも染まろう。俺と共に来いブルーアイズよ。そのブルーアイズはココイチで配られた通称カレーアイズ。ブルーアイズホワイトドラゴン。バカな、一旦にブルーアイズを3体展開するだと。カイバー、一体何を企んでいるんだ。
かっこよこの場面。モンスターではない、神だ、オベリスクの巨神兵。一ターンで何回召喚ムービーが出るんだこのデュエルは。編集が面倒くさそうだぜ。貴様のターンだ。いいだろう会話、俺のターン。ドロー、来ねえ、クソ来ねえ、すまねえ会話。ちょっとナビゲート引きまで早送りするぜ。ドロー、来たぜ来たぜ、行くぜ会話。ターンエンドだ。お前のその熱い思い受け取ったぜ。俺はお前の熱い思いに応えるために史上最強カードをセットした。それは読んでいたぜ。リバースカードだ。トラップ発動。このカードは手札からブラックマジシャンを特殊召喚し、これが俺の切り札にして最強のしもべ、ブラックマジシャン。さらにデッキからもう一人の俺のデッキのしもべ、ブラックマジシャンを特殊召喚するぜ。最強のしもべ、ブラックマジシャン。かっこいいぜこの盤面。打点が超えられないけどな、お前のモンスターの4000とかいう激ヤバ盤面は超えられないぜ。さあ来い会話。手札から魔法発動。何？ドラゴンズミラー。このカードは墓地からドラゴン族モンスターの融合モンスターによって決められた融合素材を除外して、その融合モンスターを融合召喚できるカード、そのまんま読んだぜ。行くぞ。カードの効果を。ワイズ三体融合。何？バカな、2体目のアルティメットドラゴンだと。ブルーアイズアルティメットドラゴン。カイバー、一体何を企んでいるんだ。この場面かっこいいな。その場面かっこいいぜ。めちゃくちゃかっこいいじゃねえか、カイバー。やるな、カイバー。特殊召喚。なに？バカな！それは、ブルーアイズ・シャイニング・ドラゴン、シャイニング・松坂の兄貴のエースモンスター。かっこいいぜ、カイバー。カイバーかっこいいぜ。カードを引くぜ。最強モンスター来たぜ。どっから発動するか迷うな。俺はリバースカードオープン。ティマイオスのマナコを発動。ブラックマジシャンを墓地に送り、ブラックマジシャンを融合素材とするモンスターをエクストラデッキから特殊召喚するぜ。もちろん出すのは黒炎の騎士ブラックフレアライト。頼むぞ。守備表示で特殊召喚。融合召喚。でもブラックフレアライトって、ブラックフレアライト守備表示で特殊召喚、こいつを殴ってくれ。カイバー、そして俺は2体のモンスターをリリースし、アドバンス召喚。モンスターをアドバンス召喚。混沌の黒魔術師を特殊召喚。さらに黒魔術のベールを発動。魔法発動。いやー、これでディスティニードローの予約ができたぜ。俺は墓地より再び現れよ、ブラックマジシャン。最強のしもべ、ブラックマジシャン。行くぜ会話。これは やるとダメだから、ターン終了するしかないぜ。そしてモンスター効果、コントの黒魔術師の効果を発動。俺はデッキに眠る黒魔術のベールを手札に加えればいいんじゃないか。行くぜ会話。準備は整った。このブラックフレアライトを殴ってくれカイバー。俺のターン。ドロー。すまねえなカイバー、介護してもらって申し訳ねえ。バトル。ありがとうカイバー。神の攻撃、ゴッドハンドクラッシャー。じゃあ、これは読んでいたぜ。モンスター効果発動。ブラックフレアライトは戦闘破壊した場合、手札デッキより最強モンスターを特殊召喚できる。モンスターを特殊召喚。幻影の騎士ミラージュナイト。
残念だったな。カイバー、このモンスターは戦闘で戦闘を行う場合、相手モンスターの元々の攻撃力分アップするぜ。ちなみに戦闘を行ったエンドフェイズにゲームからなんか除外されちゃうとかいうクソやべえ子が持ってるぜ。さあディスティニードローダウン、あんまり強くねえなあんまり強くねえな。何を持ってくればいいんだこれ。クロマイスのベールはあるからな。クロマイスのベールはあるからティマイをそのままの子でいいのか。ティマイをそのままの子でいいな、おそらくこれは。会話ちょっと待ってくれ、ちょっといろいろ考えないと盤面が過酷なんで。ティマイをそのままの子でいいな。プレミアすると終わるからな、このデッキは。こんだけ撮影していて、このカードを信じるぜ。ドロー。そしてフィールドの魔法使い族レベル6以上のモンスターを2体リリースし、現れろ究極の魔術師マジックハイエロファントオブブラック。さらに手札よりマジックカードクロマジスのベールを発動。魔法発動。クロマジスのベールの効果によって墓地より再び現れろブラックマジシャン。これが俺の切り札にして最強のしもべブラックマジシャン。そして手札よりマジックカード、これはティマイオスのマナコを発動。ブラックマジシャンを墓地に送り、究極のドラゴン最強メタモンスター。ここだ、モンスターを融合召喚。融合召喚、超魔導剣士ブラックパラディンを融合召喚。さらに勝利のピースは全て揃ったぜ。魔法カードカオスの儀式。フィールドよりレベルが8以上になるようにモンスターをリリース。モンスターを儀式召喚。現れろカオスソロジャー。一つの魂は光を誘い、一つの魂は闇を導く。やがて光と闇の魂はカオスの光を作り出す。カオスソルジャー降臨。どうだカイバー、これが俺の求め続けた史上最強の究極盤面。俺は次のターンお前に史上最強のモンスターを見せてやるぜ。幕を引いてやろう。ドロー。さあ会話そろそろ決着をつけようぜ。何それは、伝説の竜のカードグルディスの牙。現れろ特殊召喚。タイラントウィングを墓地の国、タイラントバーストドラゴンを特殊召喚したと。バカな、かっこよすぎるぜこの盤面。カイバー、やはりお前は相手にとって不足はない俺の永遠のライバルだぜ。手札から魔法発動。どんだけタイムカプセルする、タイムカプセルおじさんだぜ。さあカードを1枚除外し、2ターン後にそのカードはお前の手札に加わる。いいだろう、お前に究極の最強モンスターを見せてやるぜカイバー。決して負けるわけにはいかない。俺のターン。クソアドソンムーブを見せてやる。このカードを信じるぜ。ターンエンド。行くぜカイバー。俺はこのブラックパラディン、俺のターン、ハイエロファント、そしてカオスソルジャーの魂を墓地に埋葬するぜ。一回トップビューでちょっと見てくれ。どうだこの盤面、かっこよすぎないか。これが遊戯王デュエルリンクスだ。どうやら理解してるな会話。そうだ、これがデュエルリンクスだ。俺は3体のフィールドのモンスターの魂を墓地に送り、神の降臨、神の召喚、いでよオシリスの天空竜。
神の攻撃力は手札の枚数かける1000アップするぜ。これはそのまま置いとくか。神の攻撃力が低すぎるぜ。ただし神は貴様のフィールド上に召喚特殊召喚されたモンスターをいいか対応するか、貴様のフィールドに特殊召喚召喚されたモンスターの攻撃力を2000ポイントダウンさせる。2000ゼロになったモンスターは破壊されるぜ。カイバー、神の裁きを見せてやる。来いカイバー、かっこいいじゃねえかお前の盤面も。何貴様何回タイラントバーストドラゴン出すんだ。このカードはタイラントウィングを墓地に送り、クリティウスの牙によってタイラントバーストドラゴンを融合召喚できるカード。神の裁き将来弾くっ、あのモンスターは攻撃力が高すぎて破壊できないぜ。くっ、何深すぎた墓穴。そのモンスターは自分または相手の墓地のモンスター一体を特殊召喚捨てることができるカード。カオスソルジャーの対象、決して負けるわけにはいかない。俺のターン、一体このカードを信じるぜ。何を企んでいるんだカイバー。幕を引いてやろう。俺のターン、ドロー。貴様のスタンバイフェイズ、俺のカオストロジャーはお前に、お前のフィールドに特殊召喚されるぜ。バカなカイバー、オシリスの効果発動。オシリスの効果、将来弾、将来弾手札から魔法発動。何ドラゴンズミラアルティメットドラゴンとカオスソルジャーだと、それは俺とお前の絆のカード、マスターオブドラゴンナイトじゃないか。神の裁き将来弾。バカな、神は無敵なはず、全てのモンスターが神の攻撃力を上回っているだと。かっこよすぎるぜ。会話、お前とのデュエル楽しかったぜ。来い会話、とどめをさしてくれ。俺とお前の絆の力で。会話、ありがとうよ。もう一回俺をこのように呼び下ろしてくれて。お前とのデュエル楽しかったぜ。モンスターで攻撃しか言わないのかお前。俺は少なくともマスターオブドラゴンナイトの攻撃名は言えるんだろうな会話。これで終わりだ。行け消え失せろ。マスターオブドラゴンナイトの攻撃、ギャラクシークラッシャー言えや。ギャラクシークラッシャーって言えや。俺の負けだ。所詮我が記憶の道化に過ぎぬか。消え失せろ遊戯。いや、ギャラクシークラッシャーって言えや。